くん、ご結婚おめでとうございます。お二人が出会ってからいろんなことがあったと思いますが、何かに葵ちゃんを探しに行ったりでもそんなことはもう繰り返さないでね、ご幸せに二人で温かい家庭を作ってください。葵ちゃんの手料理が美味しいからといって食べ過ぎてはいけませんよ。ナナでした。こんにちは。この度ご結婚おめでとうございます。お母さんと出会ったのは会社の先輩ですね。で、そこからいろいろ野球とかフットサル、いろいろ福原さんの趣味のバンドに行かせてもらって、仲良くさせてもらって、いい先輩でしたね。いろんなとこ旅行行ったり、葵ちゃんとも仲良くしてもらって、なんかお兄ちゃんとお姉ちゃん的な存在で、すごく楽しかったです。これからもよろしくお願いします。そして、幸せな家庭を築いてください。以上、リナでした。はい、翼くん、元気？どうも、津川です。都合により声だけの出演となりました。ごめんな、ほんま顔も出せたらよかったんやけど、ごめんごめん、ほんま今日今見せられへんような顔してるからさ、悪い悪い悪い。はい、翼くん、葵ちゃん結婚おめでとうございます。はい、横にいてましたはい、表札アップというね、斬新なスタートでスタートしましたけれども珍しいからね、ちゃんと顔撮ってや、顔撮ってや。はい、いつものジャージでーすまあ、ね、翼くんとは出会い系で出会って、で5年か6年か知らんけど、忘れたけど、どこ撮ってんの、どこ撮ってんの、この辺アディダス、ここここまあね、ちょっとひどいから見せられへんぐらい今ひどいからチョコ返したの出演になりますけどまあね、柱を取ってね、柱半分、顔半分だけ映ってるっていうね、この斬新な、この斬新なね、ほらもうほらいっぱい遊ば、もうね、コメントすんの？コメントすんの？我々は、ああそんなのね、騙すなんてね、簡単ですよ。顔もうるたし。で、さあそろそろじゃあちょっと真面目なコメントを、翼くんとはね、まあ、バンド3、4年やって、今は釣り仲間なわけですけれども、まあ何かしらよく食うね、ほんま。まあ僕も人のこと言えませんけど、まあ、2人でね、なんかよう食べて、で一回釣りしだしたらね、もう全然喋ってくれへんもん。もうそっちのけやね、葵ちゃん多分よう知ってると思うけど、あの釣りしだしたらね、はあ、僕らのことはそっちのけで、いつも一人楽しんでるわけですけれども、まあでもね、そんだけなんか一つのことをね、集中してできるって素晴らしいことやと思うし、きっと葵ちゃんのこと幸せにしてくれると思います。でね、まあめでたいことでもう何よりも嬉しいです。嬉しい嬉しい。また釣り行こね。はい、まあ多分ちょいちょい出てくるから俺はい、ほなねー。はい、というわけで津川でした。当時代表森吉樹。はーい。在校生一同起立。一同礼。着席。翼と出会ったあの日、2010年9月23日あの時僕は若かった。あの時君は撮ってた。
はい、というわけでですね、名古屋のセイミットエイントさんというバンドを、しています。ボーカルの森吉樹というのが、ギターの、アド、ベースのモンモン、でドラムのシンでございます。ですね、ひねるやなんかよ俺を犠牲にしやがってようるせえよ。2012年、11月23日、翼君と葵ちゃん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。いや、めでたい、めでたい。こんなめでたい日にね、日に結婚式と二次会と、精一杯の、こうやって飲みを取ってるわけですよ。めんどくさいわけですよ。めっちゃはっちゃけてる。まあめんどくさいってのを感じして、本当にね、幸せになってもらいたいっていう気持ちがいっぱいあります。で、最高の日になるように。溜めてるな。最後の日になるように、存分に楽しんでいただけたら。翼元気か。太ったらしいな。これからもっと幸せに。太ったらしいな。らしいな。まあこれから奥さんのね、まだ手料理で。どんどん太っていくと思うんで、ね、手料理、手料理じゃん。幸せいっぱい、夢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 いっぱい。こうやってクスモンもはっちゃけてるわけで、本当にね、ね、翼の結婚がすげえ、なんていうんだろうね、なんかすげえこう幸せなオーラを、なんかね、本当に本当幸せだと思うよ、ね、本当に。いやいやいや、本当にしんちゃん、締めてください。はい、というわけで、名古屋のセイントエイトでした。ありがとうございました。ありがとう。いやーいやーバイバイ。
マイサウンドショップ刑事の頃から数年が経ちまして、名古屋に来る際はいつもそそくさと帰ってしまう翼くんですが、これからは奥さんと一緒にまた名古屋に一緒に遊びに来てください。待ってます。それでは、のみちでした。どうも、こんにちは。マイサウンドショップ刑事の同じです。久しぶりに参加です。